な、近くに敵がいる。油断するなよ。はい、どうも皆さんこんにちは、ハンニャでございます。さあ、ラストバースの実況の方をねやっていきたいと思います。で、今回ちょっとねコンセプトを変えてみました。何をするかと言いますと、聞き耳立てない実況をねしていきたいと思います。今までね、聞き耳の方に頼りすぎるっていうのもあったんですけども、まあね、突っ込んでくる敵がいればいいんですけど、こういうステージほどね聞き耳立てないっていう怖さね。オッケー、聞き耳ないから怖え。いやー、やられたな。ちょっとね、皆さんもね一回やってみてほしいのがね、隠密がいなければまあ問題ないんでしょうね。あっ、だから聞き耳立てない実況をね、やっていきたいと思います。一回も聞き耳を立てることなく、どれだけのね敵を倒すことができるのかっていうね。でまたこういう入り込んだステージほどやっぱりね注意深く見ておかないといけないと思うんですよ。で、聞き耳じゃあ立ててしまったらどうするのかということなんですけども、聞き耳立てちゃった場合はですね、今ある弾を半分消費するというペナルティを課します、自分にね。だから今だったら、まあ、15発で、まあ、8発ぐらい、こっちも3発か4発ぐらいは減らすというやり方でやっていきたいと思います。ただね、今回バーストとかにねスカベンつけてるんで、結構弾をね拾っちゃったら結構増えちゃうんでね、ペナルティが結構痛いんですけど、聞き耳を、まあ、立てないようにするんで、結局ね味方さんの方についてっちゃう形になっちゃうと思うんですけども、あんまりね一人で突っちゃうとやられちゃうんで、ね、だからその分注意しないといけないのがカバーリングですよね。で、こう言ってね気に立てずともこうね入れる、やり方をね持っていけばまあ問題ないんでしょうけども、ただ厄介なのがやっぱり敵さんもね動かないでこう気に立てられてつらいんで、こっちも多分ね動かざるを得なくなってくるというか、で大体のどうしようかな、物資は周りにしよう。物資なしってきつい、さすがに。あまりね前に攻めれないんで、どうしても味方さんのね後ろをね、その代わりね裏取りをちょっと注意するようにしておきましょうか。この辺とか結構怪しいんでね、こっちから見て聞き耳を立てずにねやっていきたいと思います。この辺とか怖いですよ、そろそろ。いや、あえてこっちから行ってみようか。聞き耳立てないんでね、怖い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 、おったんちゃう。いや、めちゃくちゃ怖いですよこれ、聞き耳立てれないっていうのね。ちょっと昔ね、昔がちょっと前に、あ、向こう側におったな、今プラベでですね、ゾンビモードっていうね、プライベートマッチをしたんですよ。人間側は聞き耳を立てれないっていうねルールを設けてやったんですけども、それがすごい怖くて、敵がすぐ近くにおるやんみたいなのがね分からないんで、めちゃくちゃ怖かったですよ。でそれをちょっと今、ね、再現してる。うわー、クソやられたか、後ろ来てたな、しまった。味方よろしく。クソやろ、やられた。しっかりしろ、手当てする。こういうね、聞き耳立てれないことによってこう、まあ、助けてもらってます、ね、ありがたいんですけど。いやー怖いね、やっぱりおろそかなっちゃうんでね、聞き耳立てれないっていうので。あ、来てますねこれ、怖いな。これでも待機してるでしょどうせ。いやー怖い、これめちゃくちゃ怖いですよ。向こう側も多分いるんでね、ここもいるでしょう。いますね、こっち多分いるんですよ。大丈夫かな。
ッケーオッケー、ナイス味方。これね、倒せないですね。周りが気になりすぎて倒せないですね。あっぷな、やった、怖っ。後ろ確認しとこう。強化を忘れちゃいますね。強化をね、強化しとこう。さっきこっち開けて弾拾ってからの、よし、 OKOKOK。ヘイ、なんておったな、下にこっちから来るやった。いや、聞き耳立てれないのマジで怖い。下いましたよね、多分今。あー、怖い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 、これは怖い。いけるかな、ほら、いた。オッケー、うわ、怖い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 、いやー怖いよ、ここ怖いよ、特に倒されたな。あっぶね、いや後ろやこれ。くっそ、いやー聞き耳立てれない、怖いなーこれ本当に。爆弾ある、これ。あー味方のか。いや負けてますね、やっぱり。いや難しい。さあバーストをとりあえず強化しましょうか。なかなかね緊張しますよこれ。でも一回ね皆さんやってほしいですけどね。いや本当に近くに敵がいてもわからない怖さね、これ一番やばいですよ。でちょっとアイテムもね、もうあるんですけど使わずに行きましょうか。基本回復と己のね勘だけを頼りに。よそ者だ。待て、直してやる。あかんか。手当てしないと。ああいう敵でもね、やっぱりいっぱい出さないとダメです。バン。オッケー、ナイス。援護しろ。待て。ちょっと待って、後ろから弓の音せんかった。気のせい。これじゃ死んじまう。おりん、完全に死んだぜ。やっぱりこういう勘がね鋭くなるとやっぱり熱いっすね。一人やった、うん、ナイスナイス味方。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、聞き耳立てれない、きついな。ちょっと待て、手当てしてやる。こういうことですよ、こういうこと、こういうことなるから。ありがとうございます、助かった。いやー怖い、聞き耳立てないと爆弾の位置がね。落ち込めんかな、裏取られそうで怖いんですね。うわー、しくった。あー、とどめだけ取っちゃったかな、申し訳ない。マジで外した。うわー、マジか。おっぶねー、おっぶねー。おぶねー、助けてー、助けて、回復ないよ。あぶな、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 あぶねえ。上か、こっち来い、こっち来い。よし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 。いやちょっとね、回復がないんでね、アイテムちょっと作りましょう、さすがに。どうしよう、とりあえずアーマー着て弾買っとくか。いやー怖い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 。いや、おるなこれ。
まあ、今もサドンなんで、まあ、正直聞き耳立てなくても大体のね、大体の位置は分かるんでいいんですけど、いやこれめっちゃ怖いよ。なんかね、余分な操作もね、今までこう聞き耳立てたことによって使ってた操作もちょっとなんかね、自分に制限勝手に設けちゃって動けなくなってるんで、それが怖いですね。借款はないやろ、借款はないって。逃げたな。ちょっと待って、やられてるやん。じゃこれちょっと待って、ちょっと待って、これ一人はきついて、聞き耳なしの一人はきついて、これやめて。怖い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 、どうしようどうしよう、これ厄介やぞ。なんか作るか、うん、どうしようかな。弾だけ増やすか。これは怖い。こっから逆転できるかな。聞き耳立てれないんでね。いやー、厄介厄介。アイテム作るのもありですけどね。これ多分右側に一人だけ離れてるやつおるんちゃう、これ。武士取りに行ってね。でしょ、これ。多分待っとるな、これ。OK、バレてないね、これ。バレてないで、これ。やろう、死んだ。いやー、怖い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 。これ怖いよ。怖い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 。ちょっと徐々に囲まれてる感じね。どうしようどうしよう。これおるな、上。上いますよ、これ。ああ、もうやめて。回復できてないやん。やばい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 。最後引っかかるって、何これ、爆弾。こんなオチある。ということで、今回はね、この辺で終わっておきたいと思います。いや、難しいですね。